どうもミーチューブです。さて、途中経過報告ですね。シリコン加工をしまして、3日経っております。ムラは分かりませんが、はじきこんな感じです。また報告します。で、今日はここで終わりません。さて、ここからは、絵が切り替わります。ご了承ください。実はですね、やってしまったことがありまして、まあ、以前ですね、他の動画チャンネル見てたら、YouTuber さん気をつけてっていう、ね、よく見てたんですけど、これ全く別問題ですね。YouTuber され、私がしてて、大失敗したこと、後から分かったことですね、の話をするので、まあ、興味ない方はここで、離れてください。よろしいですかね。はい。では、何をしたかというと、以前私がパソコンを購入して、全部編集し直しましたよっていう動画があったと思うんですけど、以前はすべてスマートフォン1本、1つでやってました。スマートフォンで、まあ、クリエイターツールをうまく使えばよかったんですけど、そのまま、スマートフォン画面上でできる、タグですね。タグにある程度スペースを空けて、打ち込んでいたのにもかかわらず、パソコン上の画面で見ると、全くタグの意味が全くない状態ですね。10個の、例えば10個のタグを、打ち込んだ場合ですと、もう10個が1個になっているので全く意味がなかったですね。スマートフォン上ではちゃんと、タグの一つの言葉に、点々点ってついてて、ちゃんと分かれてたんですけど、そこの時はまだ気づきませんでした。この1週間ほどで気づきました。それは、一度動画を上げたものに対しての編集。これやっちゃダメだったんですね。さすがにタグ入れ直すと、ある程度反応あるだろうと、多少ね、あると思ってたんですけど、ほぼなしですね。なかったんですよ。なぜそれを知ったかというと、まあ、最近 YouTube をされてる方が激減してる中で、先輩がですね、先に私より先にやってて、すごいチャンネル登録されてるチャンネルがある方の先輩がですね、教えてくださいました。一度、上げた動画は再編集しちゃあかんということですね。バリバリの大阪弁で、言われまして、再編集すると、まあ、他の動画の関連性がほぼなくなってパワーダウンですね。関連性がパワーダウンしてしまうということでした。じゃあどこなのっていうとこなんですけど、よくチャンネルをね、いろいろ見てるときに、右側におそらく自分に似たチャンネルとかおすすめとか出てくると思うんですけど、それすら、出てきにくい状態になるということもおっしゃってました。その他はですね、ちょっとお話ができないんですが、まあ、一度作って、まあ、ちょっとサムネイムが字がずれてたりとかですね、してた場合でも、まあ、した方がいいのかなと、私は思いました。以上、ミニチューブでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。さて、次はどの動画をご視聴されますか？さあ、登録はこちらからよろしくお願いします。もちろんひょっとこでも構いません。グッド
お待ちしております。ではまたのご視聴お待ち申し上げております。